横須賀デブズグさん、ヤギエグセダヤモンさん、ユッケさんと、あと鍵まかよりの特別さんもいらっしゃるということで、沖縄旅行の、まあ、風景をご覧いただこうかなと思います。で、横須賀デブズグさんが本格的に沖縄でも指導されてますので、まあ、自分ここ乗りたければもう横須賀デブズグさん概要欄に貼ってありますので、ぜひお問い合わせお願いします。ぜひお願いします。ちょっとこの後1月なんですけど、あの格闘家のゴミオさん、あとあの空手の、はい、もうが入った有名なゴリラチョップですね。ちょっと行ってみますか。じゃあ行ってみよう。行った方がいいね。石田さんにちょっと泳いでもらって、うん、そうだね。ビールのように、あ、そうだね。そうだね。言われろ。うん。はい、今からありの特徴さんでした。ありがとうございました。はい、ということでこちら、はい、さっき言ったゴリラチョップですね。レダーマン社長ユッケさんが登場してくれましたけど、今日シビックス乗ってきてないですか。今日シビックス乗ってきて飛行機で来ました。ちょっと機械も作ってくだからね。そうですね。じゃあ今度あのバイクも持ってきちゃいます。そうだね、はい、行きましょう。もう横須賀トゥクトゥクさんもう満喫してるんで1月じゃないですね。そうだ、行っちゃいますか。もう大丈夫で、ああ、おこれ応援してるからさ。応援してる。そのまま走ってる。あのそこまで行くよ。そうだね、行きますか。行きましょう、はい、知らないでね。泳げないんで大変なんですけど気をつけて。バンちゃん溺れたら俺引っ張ってくるからね。お願いします。あー、もう大丈夫ですか。大丈夫だね。あー、めっちゃ綺麗。やばい、本当に綺麗。バランスはもう体と距離考えたらいいじゃないですか。横須賀デブズさんと枝山社長と海行きます。じゃあ釣りますか。これで結構寒いから行くよ。バンちゃん行きましょう。めっちゃ綺麗ですよ。出てるね。ね。あ、いや寒い。1月だからね。1月ですからね。ね。髪の毛だいぶ心配してる。食べれるやつですかね。いや、麺に引っかかったからね。
でも、まあ新鮮で腹の年じゃない。そうですね、はい。ちょっと怖かったけど。え、あのもらったんですか。あれ、ちょっといいけど。一緒に年子まで行っちゃったから危ない、もうちょっと泳げないからね、ちょっと優しさ出ちゃった、危ない、いや、本当に行っちゃう、もうそうっすね、あれぐらいで行っちゃえる男じゃないと。そうだね、そうっすね、もう上がってこれないですか。でもあんた、ここはね、これあれって何もなかったかのようにそうっす、いや、ちょっと深くないっす、当たってれば、そうだね、あれ、もう、それで行ってたよ。そうだよね、そうなんですか、上がることないね、ないですよね、上がる場所はないですちょっと上がれれば、そうだね、はい、それ確認してたのよかったもんね、お、下がらない、昼ごはんですけど、吉田拓郎さんと、キャプテン湯原さんの加藤愛ですけど、これ有名なんですよね、めっちゃいい香りするんで、まあ、こういう沖縄のこの名物料理食べて、まあ、沖縄そばとかを撮影してきますね、はい、そうですね、めちゃくちゃ前に撮るよ、これ、あの、吉田拓郎さんの某秘密基地の近くなんで、はい、あのすぐ目の前で最高するんですね、はい、また夏ちょっと暑くてね、いかがかなと思ってくるのに、じゃあいただきます、じゃあ食べましょう、いただきます、あ、ストーリーもいいっすか、まあ、じゃあ僕人生のストーリーこれです、いや、これいっぱい仲良くあるでも、これめっちゃ美味しいっすよ、うまいよね、うまい、めっちゃうまい、来週の月曜っす、これも夜の部は丹波のヒルパーティーさんで宴会ということで、皆さんみんな盛り上がってよろしくお願いします。有名人の方も結構来てるんですよね、はい、あの小宮さんだって福井さんだったりして、他の有名 YouTuber も来てるんですよね、はい、美味しい料理がいっぱいありますので、仕事にも来ますよ、母ちゃんと、はい、会社で行っちゃったんで、はい、すごい面白かったので、釣りも上手だし、そうですね、でっかいさんがいっぱい釣ってるんで、釣り好きとか、まあ、ぜひ観光した時には来てください、お願いします、ぜひぜひ頑張ってます、お願いします、じゃあ、チャンネルはチャンネル登録、ご用意もお願いします、バイバイ、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ここまでいい、全てを知り、全てを包み込んで、私もせずに何もかも、私の目にそこに連れてきたのに、空車動画次回予告、2人サイクルさんにやってきました、こちらは練馬町の八幡駅のすぐ近くにあるんで、自転車バイク何でもできますので、まあちょっと説明させてください、ということで今回あることというのは、こちらのサンパチの、チェンジペダルのシールを、ちょっと交換していきたいと思います、ちょっと撮影の方の許可もいただいてますので、お邪魔します。